レーズの最新ホイールをピックアップ。ネオクラシックにぴったりのメッシュタイプ。新リムや手37専用センターキャップが発表されています。ネオクラ向け 21A プロトタイプ。自社開発、自社生産にこだわり、メイドインジャパンを守り抜いている。レーズ、レーズ、スポーツホイールのトレンドセッターとなっている同社が、東京オートサロン2022で、ボルクレーシングをはじめ、グラムライズ、 VMFA、ラップ、ワルツ・フォージド、バーサス、ホムラ、チーム、デイトナなど、各ブランドの製品を展示した。まず紹介するのは、初日に初披露された、新作のボルクレーシング 21A だ。クロススポーク、メッシュデザインはいつの時代にもレーズのデザインアイコンとなっている。ファーストモデルとして誕生したのが、1975年に登場した、ボルクメッシュだ。 1981年のボルクレーシングが大ヒット作となり、1986年にはレーズ初の単造モデルとなるグレーン A を発売した。今回登場した 21A は名作として知られるグレーン A の令和版レーズの特許技術 AMT によりマシニングロゴが刻まれているニューレトロな衣装の中にも 最新のテクノロジーを投入し、現在にもマッチするデザインとしている、Z40 限定モデル、タイムアタック3。続いて紹介するのは、限定モデルとして、追加設定された、Z40 タイム、アタック3、Z40 の発売から7年が経ち、現在の進化した解析技術を用いて、各部の大幅な見直しを図ったという、より強く、より軽くなるように設計を変更し、 ゼ40から 200g の軽量化に成功。メタリックブルー、マットブラッククリアーというカラーを採用し、性能面だけでなく、デザイン面でも7年の進化を感じさせる製品となっている。三37専用センターキャップ、レーズといえば、三37が有名だが、三37のために製作された専用センターキャップの VRCAP モデル、十七も新製品として、 披露されたアルミ合金をプレスで成形し、外周部にはレーザー文字による加工が施されている。カラーは2色でアルマイト処理によるブロンズアルマイトとブラックアルマイトを用意。ボルクレーシングはオプションセンターギャップにも本気で臨んでいるのだ。その他、ボルクレーシングのラインナップに新製品として加わった G025DA-C As Light As Possible できるだけ軽くをコンセプトとして掲げている A ラップブランドの新製品として登場した A ラップ 07X の16インチジムニーデリカラブ4などに最適プレミアムデザインを特徴としているホムラのラインナップに新製品として加わった27プラス2022モデルおよび 2X10BD も気になる製品だった